私はいつもこうなっちゃうんだろう。絶対変な子だと思われてるよ。ユキヒロ。でも花草くんだって悪いよね。普段はまともっぽいのに唐突におっぱい触ってとか言ってきたり、服を脱いだりパタの真似したり今日だってなんかつまらない全然笑えないギャグばかり言ってくるし本当はもっと花草くんと普通におーい雪平。ほら今だって花草くんの声が。一応いるんですが私相当参ってるみたい。だからいますよ。あ、オス。いつまで耐えられるかな。もうこんなに敏感になってるよ。違う、俺は。そんな声を出されたらもうたまらないよ、カナデ。さあそのまま飲み込んで僕のバナ。やめろ夏彦って。そもそも誰だよ夏彦って。ようやく目が覚めたよ。雪平、あいた、めっさいた。あ、それは私があなたの後頭部をひたすらコンクリートに打ち付けた結果よ。お前何してくれてんの。道楽先生直伝の直近5分間の記憶を失わせるツボを少々。もう教師やめろよ、あのゴーホロリ。くそ、なんかどえらいものを見た気がするのに何も思い出せない。それでこんなところまで何の用。まさかさっきの続きがしたいとでも。おう、お前のブタックジョークみたいにさ、俺も誰かを笑わせてやりたいんだよ。そう、でもあなたはもうすでに世界中に笑いを振りまいているじゃない。俺にそんな天性のギャグセンスか。ええ、世界中の誰もがあなたのことを嘲笑っているわ。欲しいのはそういう笑いじゃねえよ。気は進まないが、このくすぐり四十八手でお前ってバナナ。あー、しかもぐにょって腐ってる。なんだってこんなものが。あれか。てか今はこんなものよりも。くそ、あの本どこ行ったっけ。要件はそれだけなら私この後乗馬のレッスンがあるから失礼するわ。待って、そんなあからさまな嘘ついてまで俺に興味をなくさないで。選べ。笑いはベタ、王道こそ至高にして究極。時代はシュール、一風変わった感性がこれからの笑いを作る。ああ、もうこんな時に。待ってくれ、ユキが。まだ話は終わってない。
さすが雪平、笑いのツボまで常人と連れてるけど。お前また寝ぼけて人の布団の中に。かなでさん、あ、そんなダメです。そんなことしちゃ、いや、意識を失ってるかなでさんを襲うなんてケチくれ。ダメです、かなでさんが受けで当たり前すぎて面白くありません。おい、こら。なるほど、そこまでの覚悟があるなら私には止めることができません。止めろよ。ではこのハンカチに染み込ませた睡眠薬をどうぞ。ああ、計画的か。あとはそのバナナでかなでさんを責め立てるだけです。さあ、夏彦さん、お前のせいか。お前何人のベッドに潜り込み、おぞましい夢で洗脳してくれてんの。夏彦さんは、バナナはどこですか。夏彦とバナナから離れろ。今のうちなんです。夏彦さん、はいはい、うるさいぞショコラ。パンツだと。パンツ見ろって、パンツ見ろって、どう考えたって無理だろう。しかもあのヤワカゼコナギだぞ。オス、おはよう、雪平。おはよう、戦闘力5のゴミ。うん、いつもの雪平さんですね。そういえば、天草君、昨日は見苦しいところを見せてしまって悪かったわね。私は笑い上戸の傾向があって、一旦壺にはまると爆発してしまうのよ。はあ、いわゆるギャップ萌えというやつね。ん、ギャップ？思い出した！そういえば雪平、お前最初屋上で四つん這いになって、なんだっけ、まあいいか。アマッチ、おはよう。おっせ。モカちゃん、もう待ってよ。モカちゃんのバカ。コナギタンはドジっ子ですな。ちゃんが置いていくからだよ。ヤワカゼコナギだよな。ああ、ごめん、驚かすつもりはなかったんだ。それより大丈夫？大丈夫、私転ぶのは慣れて。その違うんだよ、今日はちょっと寝坊して朝ごはん食べられなくて。で、あ、いや違うよ、今のはお腹の音じゃなくてね。せっかくスルーしたのに自分から。うひょー、コナギ団の腹の音大きい。そしてお前は空気を読め。あー、赤ちゃんのバカ。ねえ、なんなのこの燃える生き物、これがヤワカゼコナギ。もしかして天草かなでくん。え、ああ、そうだけど。やっぱり、あのね、オオカちゃんがね、よく天草くんのことを話してくれるの、だからすぐ分かっちゃった。え、それって豚さんの真似がすごく上手なんだよね。言おうぜ。絶品だったよ、アマチの真似する豚。逆、それ逆だから。あ、というか、ヤワカゼとお湯王子ってマブ、去年一緒のクラスだったんだ。俺はこんな子のパンツを選べ。そんなことよりパンツ見せてくんない？この場でパンツを脱いでトレードを申し入れる。アマクソ君、どうしたの？大丈夫？ヤワカゼ。何？そんなことよりパンツ見せてくんない？おちょっと顔貸してもらおうか。あれがヤワカゼ親衛隊、さすが表の人気ランキング3位だけのことはあるな。
コナギタンは天然物のドジっ子だからね。みんな守ってあげたくなっちゃうんだよ。そんなことをお断りファイブの言う王子が友達同士とはな。お断りファイブ、我々はこの称号を知っている。聖光学園人気投票においてトップ5を勝ち取った者たちがまばゆき光なら、彼らはまさに暗黒の闇。容姿は優れているものの、性格や行動にアレな部分が多く、恋愛対象としては正直ないわと判断された5人の鼻つまみもね。それがお断りファイブである。ハナッチもそろそろ自分がお断りファイブだってことを素直に認めちゃいないよ。絶対選択肢のせいなんだけど、またなんで突然コナギタンのパンツを見たいとか言いろ。とある事情で11日の土曜までに八幡風のパンツを見なきゃいけないんだよ。おお、そんなセリフを真顔で言える天草さん、マジパネース。でも信じてくれ、その理由は断じていかがわしいものじゃない。ふんふん、エロい気持ちは全くないと。あ、コナギタンが好きとか。いや、恋愛感情は一切ない。曇りのない瞳でゲズいこと言うね。つまりアマッチは好きでもない女の子のパンツが見たいと。まあそうだよな。好きでもない女の子のパンツを剥ぎ取ってクンカクンカしたいと。誰がそこまでしたいなんて言ったよ。あの天草君、お客さんが来てるんだけど。ああ、あのね、今朝の話なんだけど。あ、そのごめん、あの時は。あ、違うの、謝ってほしいわけじゃないんだ。ただその私ね、男の子からあんなこと言われたの初めてで。ですよね。ね、こんなこと言うの恥ずかしいんだけど、パンツは好きになった人にしか見せちゃいけないと思うの。俺は最低だ。すんませんした。天草君、そんなことしなくても私気にしてないからね。ヤワカゼ選べ。いつになったらパンツ見せてくれんの。もういっそのこと自分がパンツになる。でいつになったらパンツ見せてくれんの。かまん、この変態がヤワカゼさんになんてことを言いやがる。お断りファイブの分際で私に値する。おい、よく見たらこいつなかなかいいケツしてんぜ。俺のそばに近寄るな。鬼畜めが変態め。おお、また盛大にやられました。有王子ねえアマッチ。おだんだねえアマッチ、私が手を貸してもいいよ。なんで。面白いから。面白いからってお前なんかおかしい。つまんないことやってもしょうがないじゃん。いやだって俺お前の友達のパンツ見ようとしてんだぞ。アマッチはさ、なんか不自然だよね。は？いつも変なこと言ったりやったりするじゃん。でもさ、あれってなんか嘘っぽいんだよね。みひん。まあこのギターは男子に免疫なさすぎるし、パンツぐらい見せても問題なし。いや、ありまくりだと思うぞ。うはー、面白くなってきた。あはー。じゃあ皆さんでお出かけするんですね。ああ、ユウ王子が言うには。このギター超絶ドジっ子だから、ずっと一緒にいれば勝手にこけまくってパンチらし放題だよ。そんなにうまくいくもんかね。心配性な奏さんにはこれです。じゃーん、また UOG の本か。その1、盗む。いや、いきなり飛ばしすぎだろ。これは最終手段です。で、最初に書くなよ。しかも犯罪だよ。その2、涙ながらに懇願する。え、具体例。パンチくれよ。やだやだやだ、俺の方がもっとやだ。いいからくれよ、パンチパンチ。尊厳はねえのか。補足。いやだな、この本読むような日元に尊厳とか言われるの。俺もお前にだけは言われたくねえよ。どうよ天
うちのこのギタン。ああ、そのなんかすごいな。あ、オカちゃんが男の子になれるにはこれぐらいじゃなきゃダメって。ごめんな、なんか無理に誘っちゃったみたいで。ああ、私も男の子と一緒に遊んでみたいなって思ってたし、オカちゃんと仲良しの天草くんなら大歓迎だよ。ほんまええ子や。このギター、珍しいヘアピンしてるね。これプレゼントでもらったの。誰がくれたのかわからないんだけど、使わないと悪いかなって。プレゼントとかさすがは表ランキング3位だな。あ、けど送り主不明のプレゼントとか使っても大丈夫なのか。大丈夫、私もこの間プレゼントもらって今使ってるけど何ともないよ。お断りファイブとはいえ、遊王子は容姿は完璧だし、マニアックなファンもいるよな。へえ、オーカちゃんは何もらったの。パンツ。は、いわゆる一つのパンティ。見る、見せるな、吐くな、言うな。うん、アマッチはひもパン嫌い。だから言うな。オーカちゃん、それ、それ、やめろって。オーカちゃん、そんなはしたないよ。甘い、甘いぞこのヒタン。男の子になれるためにはまず男の子がどんなパンツが好みなのか知っておかなきゃ。あ、そうなんだ。じゃあどんなパンツが好きなの。やだ、この子ピュアすぎる。お願い、天草くん、教えて。男ならガーターベルト一択じゃ。うわー、エロい、エロい。ガーターベルト。ガーターベルトだって。イケメンなのに変態。いや、これは選べ。何を見てるの、骨王女さん方。早く全員ガーターベルトを着用して私に性的な奉仕をしたまえ。ガーターベルトと M 字開脚の組み合わせの究極性を知らしめるため、自ら着用して実演する。一応選んだ俺が職室に来たおまわりさんに嫌な顔されたことはもはや言うまでもないだろう。こうなったら意地でもヤワカゼのパンツを見る。一瞬のチャンスも見逃すものか。何この不自然な光線。なんか湯気が急に濃く。万有引力の法則が乱れる。二段構え。じゃあなんか適当に買ってくるね。はあ、どうしたもんかな。いろいろ引きずり回したし無理もないか。これは選べ。めくっちゃ、めくっちゃはない。そうきたか。ふざけろバカ。ここでめくろうがめくるまいが、アクシデントを期待してヤワカゼを呼び出した時点で俺はただの最低男だ。だからやるにしてもせめて真正面からやって、ヤワカゼの非難や罵倒を受けなきゃならない。それが最低限通す筋ってもんだ。あれ、私寝ちゃってた。ああ、ほんの少しだけど。私、男の子にこんなはしたない姿を。ごめんなさい、やだもん。無理だろう、これ。偶然でも無理やりでもこんな子のパンツ見るとか。人として。来てくれたー。危ない、やめて。このガキが。どうやって。
はあ、え、だって俺が今見たのは、お父ちゃん。ヤッホー、僕です。お前、この間のチャラい髪。事情が飲み込めないグドンな奏くんに説明してあげちゃおう。あ、まあ実は僕もよく分かってないんだけどね。テーペロ、うぜ。実はオオカちゃんの履いてるパンツってコナギちゃんのパンツなんだよね。は、なんかお友達の二人が一緒にいるうちに偶然プレゼントが入れ替わったみたいな。あ、ちなみにコナギちゃんにパンツを送ったのは親衛隊の皆さんです。パンツプレゼントするような連中に変態扱いされたのか俺。ミッションはコナギちゃんのパンツを着用された状態で目撃せよってことだから、履くのは誰でもよかったわけ。例えばカナリンが履いても全然問題。大丈夫天草くん。いや、お手柄だよ。アマッチ、あの、かばってくれてありがとう。いや、俺は別に。やばかぜ、落ち着いて。ユウジ？お母ちゃん？と思わなかった。は？パンツ見られるのがこんなに恥ずかしいとは思わなかった。おおい、お母ちゃん。あれがユウジ。悩みがあるんだ。え？なんだよ。あなたが悩みとは珍しいですね。仲間だべ、何でも話してみ。実は俺、ガーターベルトになって女の子に履かれたいんだ。もうガチムチやナルシストの男に履かれるなんて耐えられないって、みんな。なんだよ、なんで分かってくんないんだよ。ガーターと M 字開脚の組み合わせとか最高だろ。皆さん、いかがでしたか？アフィリアサーガです。まさか村野さん、あれで笑うとはね。でも私もシュルよりベタの方がウケちゃうかも。私はガーターベルトにびっくり。ああいうの履いてる人見たことないからさ。実はここだけの話、スタッフさんが好きらしいよ。そうなんだ。あまり大きな声で言えないけどって言っちゃってるじゃん。というわけで次回のお米は、春は素晴らしい、世界で一番気持ちいい、お楽しみに。